で、これにはね、作り方にはやっぱコツが多分あると思うんですよ。で、このコツとかをやっぱり押さえているのが、構成作家さんって呼ばれる職業の方々ですよね。まあ今は芸人さんにもついてますけど、まあ古くはね、金ちゃん、萩本欽一さんがそういう作家と芸人をと一緒にやるっていう、こういうね、ものを作ったと言われてますけども、やっぱり芸人さんでも面白くても、やっぱそういう話の流れがあった方がより生きるということでいますので、皆さんもですね、もし自分の話がどうしてもつまらない、ほんまま面白い話なのになんか伝わんないなと思った時は、まずは、構成作家さんの友達を作る。これですね。間違いないです。